県内では今日495人の新型コロナの陽性が確認されました。先週の水曜日より72人減っています。県は今日新たに1404件の検査があり、先週の水曜日より72人少ない495人の陽性が確認されたと発表しました。今日の陽性者を市町別に見ると。 佐賀市が最も多く、百七十四人と全体の三十五パーセントを占めています。次いで唐津市が五十人、鳥栖市が四十四人などとなっています。年代別では、十歳未満が今日の陽性者のおよそ四分の一を占めるなど。十歳未満と十代で、全体のおよそ四割となっています。現在、百七十三人が入院していて。 病床使用率は30.8%、重症の人はいません。180人がホテルで療養していて、使用率は29.3%です。また、70代から80代の軽症の患者1人が、今日亡くなったということです。